まあもうなんかこうくっていく。だってエアだったら大体ね、それでさらにアフレコつけて、うん、普通にそのまま、はい、使うだろうし。広がりすぎる。いいですよね。もうなんかすっごい落ち着いた低い女性の声でこう大自然の中に突如アイマスクをつけて連れてこられた女性が一人みたいな。すいませんすいません。わあ、ここまで行けんだ。わあ、うん、そこまで弾けんだ。すげえな。まあもっと弾けるよ。操縦範囲ってどのくらい？どれなんですか？ね、今設定できるんだけれども、基本はこれね、半径500メーター。500まで行く。500。うん。でもね、目視でできる範囲じゃないと。そうですよね。見えなくなりますよね。一応、あとは上空は150メーターまで、うん、基本は。なるほど。うん。あとは本当はね、あの許可さえもらえればいいんだけども、人、うん、知らない人とかあるのには30メーターだったかな。以上近づいちゃダメみたいな。うん、というようなあれだったとか。わあ、すごい。そうですよね、あの田植えのあの距離で撮るのとかってこんな風にこう移動して撮るの大変ですよね。これがない頃風が結構強かったんだよね。でも一瞬風強くなったけど飛ばしてる時そんなのかな。でもあれも下だからか、うん、上はね、うん、そうそう、このなんかすごい引いた時にあれ流されたのか動いてそうなったのかぐらいのちょっとなんか木々の揺れ具合でしたね。なんかその向こうから絵を手元でこれで絵を見ながらそっちで操縦するって感じですよね。あれだけ引いててこれぐらい操作してこれぐらい寄ってくるっていう、ね、あれば多分ね感覚はつかめるような。あ、そうなんですか、うん。